こんにちは。今日から始める安心お得着物楽安こだまです。今日は以前にアップさせていただいた、東京の東長崎の、江戸組の組紐の先生の、平田さんというところの平田組紐というところの、貝の口の浮船という羽織紐を、3本ご紹介したんですけど、まああれも非常にこう反響が良くて、すぐ売れてしまったんですね。なもので、また新しい新作を作ってほしいということで平田先生にお話していたものが、本日出来上がってきましたので、動画を撮らさせていただきたいと思います。で、新しく上がってきたものが、まあ、いくつかちょっと前回のものより、色変わりしていって、今ここに全部並べていきますけど、基本的に、まあ、平田先生のところの色使いは、ニビ色といってちょっと一色かかったようなくすんだ色目が多いのですけど、やっぱりそれがこうすごく重みもあって、この辺が新しく上がってきた色で、ちょっと画像を動かします。こうした感じのものですね。この辺が新作で、上がってきたもので、で前回もお話したように、まあうちではもともと女性もののこうした帯締めはねよくやってたんですね。でやっぱり非常にこう締まりがいいし、重厚感があるので、いい着物の時に変にこうなんていうんですかね、安っぽくゴージャスなんではなくて、非常にこう重厚感が増すということで、こういう帯締めをさせてもらってたんですね。これの男性版の、まあ、貝の口の浮船なんで、当然組み方も一緒なんで、もう本当にこう非常にこうしっかりした、もう本当形にこうねなるような、まあこういうしっかりしたものなんですね。で、平田先生のところは基本的に、
まあ、糸は全部こう群馬200という、糸でしているので、まあこのなんていうんですかね、絹本来の艶もありながらしっとりした、そしてこう、組の良さというかですね、くにゃくにゃしないという、まあ、これが一つの特徴ですね。なので、こちらのものにも、基本的にあの純国産の商標をお付けすることができるんですけれども、基本的にまあそういうもので、前回挙げさせていただいたものが、好評につきすぐまあ売れてしまったもので、追加で作っていただくようにお願いしていたものが、本日こんな感じで出来上がってまいりましたので、せっかくだったら皆様にもちょっとご紹介したいと思いまして、で、前回もちょっとお話したように、まあ、今こういうものというのはですね、特に羽織紐の場合は実はこの肩といってここの部分ですね、ここを広がる、ここが綺麗に組めるっていうのは難しいんですね。もともとこの細い紐からこちらの地にかける細い紐から組んでいて、ここからこう広げていくんですけど、まあ、ここがあの上手にできる方がいらっしゃらないので、まあ作られる方がもう本当減少する一方で、まあ同じあのこの浮き舟、貝の口の浮き舟でも、まあこうしてね、帯締めを組めるからといって、羽織紐ができるかというとそういうものではなくて、羽織紐はやっぱりその今お話した肩というのは組めないと、作れないので、作れる方が本当にこう、もう今この貝の口の浮き舟だと正直言って平田先生以外はもう組めないというふうにお話をされてました。ということで、まあこれから先どんどんこういうねものを作れる方が少なくなり、高齢化とともに辞めてしまう方も増えていくので、まあ本当あの着物が好きな方の中にはもう羽織紐だけをコレクションしているような方もいらっしゃるぐらい、かなりこう貴重品になってきているので、まあ、こうしたあの直付けの、羽織紐というものも、せっかくだったらちょっとこう、ご覧いただいて、実際にやっぱり手に取っていただくとこの組の良さっていうのが、よく分かっていただけると思いますので、まあ、ちょうど本日、新作が上がってきましたので、皆様にもちょっとご紹介をさせていただきました。もう一度ちょっとアップで微妙にこう色目が違うので、こんな感じで新作が上がってきました。よいしょ。ということで、本日はちょっと角度、本日は前回に引き続き、東京の江戸組の平田先生のところがお作りいただいている、まあ、こうした貝の口の浮き舟組の、羽織紐の新作が出来上がってきましたので、ご紹介をさせていただきました。ということで、本日も以上をありがとうございました。Thank you.